ダニエル・マイテンスはオランダの画家。主にイングランドで肖像画家として活躍した。同名の息子も画家のためダニエル・マイテンス、ダニエル・マイテンス一世と表記されることもある。ダニエル・マイテンスはデリフトの芸術家の家系に生まれ、デンハーグで教育を受けた。ミヒール・ファン・ミレーフェルトの工房で学んだのではないかと考えられている。彼は 画家エルト・マイテンスのおいで、兄のイサーク・マイテンスも画家であり、息子ダニエルも画家となっている。マイテンスのオランダ時代の作品は残っていない。1618年までには、ロンドンに移り、収集家であった第21代、アランデル博、トマス・ハワードの後ろ盾を得る。マイテンスは、ハワード卿とその夫人の肖像画を描き、続いて、ジェームズ・一世とその、 息子プリンス・オブ・ウェールズの肖像画も描いた。マイ・テンスはジェームズ一世のための画家となった。プリンス・オブ・ウェールズがチャールズ一世となった1625年、マイ・テンスは王とその帝臣たちの等身大の肖像画を多く手掛けた。その中には複製も含まれており、マイ・テンスが工房を持って助手を使っていたことが伺える。マイ・テンスの 最も優れた2枚の作品は両方とも、ジェームズ・ハミルトン校を描いたもので、1623年、公爵が17歳の時と6年後の1629年に描かれたものである。1626年と1630年には、オランダを訪れ、ルーベンスやアンソニー・ヴァンダイクの作品から学んだようである。マイテンスは、イングランドの肖像画に、 自然主義をもたらしたが、しかし1632年にアンソニー・バンダイクがイングランドに来ると、首席宮廷画家の座を追われてしまう。1634年頃にはオランダに戻ったようで、ある。オランダに戻ってからの作品は4枚が現存している。英国王室は、マイテンスの作品を所有している。彼はまた、スコットランドのジェームズ四世王や、マーガレット・チューダー王妃。 メアリー女王といった昔の王族たちの肖像画の複製も制作している。ありがとうございます。